こんにちは。結城画衆です。今日はボックスオフィスによるパドゥ・カートル、パドゥ・カートルという芝居のお話をします。この芝居は作・演出が孔な雅子さんによるものです。芝居は新宿の雑誘という劇場で行われました。 40歳から50歳ぐらいの間の女性が4人登場しますこのよ人は中学生時代に同級生だったようでしばらく会っていないのですが一人の女性女1が救急車で運ばれ入院しますそして手術を受けることになりこの手術を 行うと死ぬかもしれないということでこれを機会に中学生時代の友人たちに会うといったようなことが行われますしたがって4人で行われる踊り4人で行われるやり取りといった意味でパズカートルというタイトルがついています 名前が付いてなくて女1から女4と書いてありますけれども女1は入院して手術をすることになる女性その女1を市橋麻子さんが演じていますこの人は縦横企画の人でいろいろ芝居をやっているようです 何か落ち着いた雰囲気の味のある演技を行う人です女には実家に住んでいる女性でこの役を松木美智子さんが演じていますこの眼鏡をかけた女性を演じています女さんは 優等生の女性でこの役を。松岡洋子さんが演じています。なかなか凛とした姿の女性です。女4は漢字役の女性なわけです。けれども、同窓会の幹事をしているわけですが、この役を今村佳佳さんが演じています。 今村さんは演劇集団円の役者ですこの芝居は2つのベンチの上で行われますけれども入院そして手術することになった一人の女性女一がいるわけですが手術すれば死ぬかもしれないということで。 できるだけ多くの人にこの機会に会っておきたいというふうに考えます。そしてその後の展開からすると、彼女は団地に住んでいて、赤羽大団地みたいな団地に住んでるみたいですね。そして母親は別の男と駆け落ちしてしまったみたいで。 その男と結婚していて子供もいるということで全く母親に会うことはありません今も父親とその同じ団地に暮らしているという生活です団地の向こうに畳屋さんがあるわけですけれどもまるでそこだけ時間が止まってしまったかのように今も同じ畳屋さんがそこにあります そんなことが話しているうちに明らかになっていくわけですけれども呼ばれた女には実家にいた女で実家にいたので連絡がついてそしてここに呼び出されたという状況になっています。そして女女女ににははささんんんを呼ぶように頼まれるでですが女さんは1年1組で 母は PTA 会長をやっているとそして彼女自身はバレー部のキャプテンで九条くんと付き合っているということで非常な優秀な生徒なわけですそして女4というのが呼び出されますけれども女4は同窓会の幹事をやっている女ですまあその 4人の女の間のいろんな思惑当時の思惑今の思惑そういったものが語られて芝居になっています手術の後別に死にはしなかったわけで中1の時の担任の大隈先生と中2の担任の畑野先生が 実は不倫関係であったのではないかといったことが話題になってい,います。まあこういう手術、そして死ぬかもしれない、もうこれで会えないかもしれないといった極限状態だったからこそいろんなことができ、会うこともでき、そしていろんなことが見えるようになったと。 いうことを示す芝居であったのかなというふうに思われましたなかなか面白かったです演劇は人生の重要な一部であるとお考えの方はチャンネル登録願いますありがとうございましたそれではまたお会いしましょう